さん、こんにちは。まいです。今回のトークテーマは、プロジェクトゼノの強さについてです。先日、初めての全国大会、ヒカルカップが開催され、初めてとは思えない運営、進行、配信のレベルの高さで非常に盛り上がりました。ヒカルカップを見て新しく始められた人も多いと思いますが、このプロジェクトゼノは、チュートリアル後の無料ガチャはなく、すべてのクラスが最初から配布されているので、リセマラは必要ありません。普通のゲームは、ガチャを引いてレアリティの高いキャラのレベルを上げれば強くなれますが、このプロジェクトゼノは、普通のゲームとは違い、ブロックチェーンゲームです。ブロックチェーンゲームというのは、仮想通貨の技術を使っていて、キャラクターや装備品を専用のマーケットで売買できます。つまり10万円で、キャラクターや装備品を購入しても、ゲームをやめたくなったら、また同じくらいの金額が戻ってくるので、投資に近いと思います。ですが、レベルを早く上げるためにゴールドなどを購入すると、こちらは戻ってきません。マーケットでは、他の人の育成したレベルの高いキャラクターも並んでいますので、マーケットの使い方は、後ほどこちらの動画をご覧ください。では本題です。このプロジェクトゼノでは、2種類の強さがあります。一つは先日のヒカルカップで上位を狙うような大会モード、もう一つはランキング上位を狙うアリーナバトルです。特徴としては、大会モードは装備が統一なので無課金の人でも上位を狙えますが、開催は数ヶ月に1回のみで賞金が出ます。ランキングバトルは毎月開催されていますが、トップ100位以内を狙うとなるとかなりの資金力が必要です。ほとんどの方は無課金、利課金だと思うので、レベル上げもゆっくりゲームを楽しんでいただきたいのですが、ここから先はほんの一部のランキング上位を狙いたい方向けの内容になります。投資額は100万円にして開設しますが、資金が10万円の方は10分の1の割合で考えてみてください。まずマーケットを見てみると、ジェネシスというカラフルなキャラが目に入ります。とても強そうですが、実は、強さはノーマルと同じですので、スルーします。ジェネシスの解説もこちらの動画をご覧ください。資金が200万円から300万円ほどある人なら購入しても強くなれますが、100万円だけなら、すぐに資金がなくなってしまうほど高額です。ですのでノーマルキャラで検索してみると、現状の最高レベルの25で約200ドルで販売されていました。バトルには3体必要ですので、600ドル、約9万円の資金をかけます。どの職業が強いかわからない方は、こちらの動画をご覧ください。次にパッシブスキルですが、プロジェクトゼノではとても重要で、強さに直結します。ですので資金に余裕のある方は、キャラクターにプラス10万円ほど使って、最初からパッシブレベルの高いキャラを購入すると、より強くなれます。パッシブスキルを強化するリロールという方法もありますが、完全にランダムでお金をかけても強くなれるとは限りません。ちなみに1回500ユーコイン、日本円で約800円です。方法は、下のデッキをタップして、キャラクター詳細を選択。右下のリロールをタップすると、先ほどの画面が出てきます。パッシブスキルの種類は、こちらの一覧をご覧ください。最後に装備品ですが、プロジェクトゼノでは、武器1種類、チャーム3種類の最大12個装備可能で、装備にはレアリティがあり、コモン、アンコモン、レア、エピック、レジェンダリーの5種類です。武器は種類によってそれぞれ強化されるスキルが違い、チャームは同じシリーズで揃えると、セット効果が発動します。価格は一番レアリティの高いレジェンダリーで、1つ15万円から40万円ほどで取引されていて、それを12個となると、それだけで予算の100万円を超えてしまうので、レジェンダリーを数個とエピックで揃えると、ランキング100位前後は狙えると思います。ですが1の購入すると、2週間は販売できなかったり制限もありますので、パーティー構成や装備の種類の選択は慎重に行ってください。質問はコメント欄にお願いします。それほど強さを求めずにゲームを楽しみたい場合は、NFT のキャラを合計9体以上にすると、
トレジャーボックスの所持数と同時開封数が増えて育成しやすくなります。コラボガチャが来ている期間は特設サイトを覗いてみるとお得なガチャもあるかもしれません。こちらの割合は目安ですので、武器の金額を増やしてチャームを減らすなど、どこにどのくらい資金を振り分けるか、これからゼノを始める方の資金配分の参考になれば嬉しいです。このプロジェクトゼノの運営さんは非常に精力的で、アップデートでより面白くなっていきます。まだの方は概要欄のリンクよりどうぞ。またコナンさんのチームと合同でギルドを設立します。 LINE のオープンチャットは匿名で参加可能で、 Discord メンバーも300人を突破しましたが、どちらでも参加しやすい方からご参加ください。2000人と世界一を目指しています。それでは今回は以上です。感想、ご意見などありましたらコメ欄か X の DM にお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかどうかはお任せしますので、他の動画をもう一本見てもらえると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。